ホワイトデーありがとうございました。嬉しかったので今日からまた歌わせていただきます。ありがとうございます。すごくファンの方がいらっしゃいまして、この曲が数ある曲の中で一番お好きっていうことでね、すごく素敵だなと思いました。でそれで歌わせていただいたらすごく喜んでくださって、嬉しかったんですね。バレンタインあたりかな。なのでそしてそのお返しにっていうことでね、
画像なんですけれどもあの、ね、実際にあの、ね、渡したりもらったりがちょっと、ね、できないので、あのそう、あの千匹屋のね、銀座千匹屋って私と母の結構思い出の場所なんですね。母が千匹屋が好きで、特にあのもうあの後の方になったいろんな千匹屋、あの京橋千匹屋とか日本橋千匹屋とかもいろいろ行ってたんですけども、結構一番最初の方結構銀座千匹屋に行ってまして、あのすごくあの母が行きたがってね、銀座千匹屋にあの一緒に行った思い出がすごいなんか強く残ってて、その銀座千匹屋のね、あのお菓子かな、チョコレートかお菓子か、あのそう、あのホワイトデーのね、あの画像をね送ってくださって、あのすごくそのお気持ちがすごく私嬉しかったんですね。あの今日から歌ってくれたお礼にっていうのでね、すごくあの心が温まりました。あのそのホワイトデー当日は私本当に何にもなくてですねあのその何日か前に、ね、同時にチューリップをね、あのもらったので、まあそれでいいかなと思ってたんですけども、あのその日はもう王子もなんかくたびれて帰ってきて、特に本当に何にもないホワイトデーだったんですね。なので本当に余計に嬉しくて、すごく、それがすごく嬉しかったんですよ喜んでました。でそれであの他のそのファンの皆さんからもすごくその日嬉しいコメント、セーラー服かなんかかなの時にすごい嬉しいコメントいただいて、まあ、その本当にあの皆さんのお気持ちがすごい私ホワイトデーのその当日のねプレゼントになってすごい嬉しかったんですね。プロトモさんでもね本当にあのコメントでねホワイトデー来てくださってねありがとうございます。なのでね本当にあの皆さんからそのいろいろ王子からは特にその日本当に何にもなくてあってっていう感じだったんですけれども、あの本当に愛をいただいてすごく嬉しいホワイトデーにおかげさまでなりました。なのですごく嬉しかったので今日は心を込めてまたちょっとさらにお返しっていうことで、もう一度今日から心を込めて歌わせていただきました。本当にねいつも ありがとうございます。すごい千里さんがすごい大好きな方なのでね、あの本当にそっちの応援があのメインになると思うんですけども、私のことも時々気にかけてくださってね、あのチャンネル登録が今何人行きましたねってこう定期的に言ってくださって、あの応援してくださってね、あのすごいお気持ちが嬉しいなと思っております。でこれからも見守って応援してくださると本当に嬉しいなと思います。本当にねその他の森高さんのファンの皆さんも本当にいつもありがとうございます。とてもあの感謝しております。あの千里さんの次でいいのでね次か次の次かでもいいので、あの応援していただけると嬉しいなと思っています。感謝を込めて歌いました。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。喜んでくださるといいなと思います。また歌います。